ず15番カントリー吉勝議員どうぞ。おはようございます。ちょっとマスク取ってご挨拶いただきます。聞こえませんので。それではまずはじめに水道の漏水の被害についてを市長に質問させていただきます。麻生市の水道料の未納について市長はですね、漏水したと被害届を、玉島警察署に出したということで、これ大きく報道されました。報道した、新聞、山陽新聞、笠岡放送、NHK、岡山放送、瀬戸内放送、フジテレビ、この点については、名前を麻生市議会議員、神戸義家という名前を出して報道された。市長がこの件について、被害届を出したと。そして、山陽新聞には、窃盗としても告訴するというふうに掲載されております。この点について、どのようにして、この件が分かり、そしてこの件をその報道機関に説明し、報道させたのか、ちょっと市長にその説明を求めます。はい、どうぞ。水道料金の未納についてっていう、はい、どうぞ。その件につきましては、未納につきましては、まず担当部長から説明をさせます。市長、議長、はい、どうぞ。これは担当部長じゃなくて、市長が報道したと、報道機関が聞いとるわけです。課長は書類を作っただけじゃないですか。だから今の報道機関が、部長が言うと出頭せんと思うんです、こんと思うんです、市長が来いって言うとるから来とんじゃないですか、説明するのに、人にそれね、なし続けること言われなかった。はい、市長どうぞ。ただいまの最初の質問は、ね、水道料金の未納についてお尋ねしますというところから始まったので、部長に説明をさせますというふうにお答えをしたわけで。そのお答えはよろしいんでしょうか。忘れていたことで質問されたんですけど、議長どうしましょうかね。いやいや、どんな質問の答えがいるんですか、答弁が。はい、山陽新聞にですね、麻生市氏は21日神取吉勝市議会議員ビル神取金光町恨み神殿の三つ時のまま市の水道に設置されていたと発表したと。市長はね、勝手にしたんだということを言うとるわけですよ、新聞の届けでは。でその後ずっとですね、管について25ミリに接続されているのを確認したと。ね、市議の家族からは、市議が所有する西通りビルから管をつなぎ、これね、なんで私に言わっと家族に言うたんですか。市会議員を落とし入れるために報道したんじゃったら、私になぜ言わっと家族に言うたんですか。説明しなさい、これら。はい、市長どうぞ。はい、それではね、なぜ被害届を出したのかっていうことについてお答えをさせていただきます。いわゆる盗まれたという事実がございます。盗まれたら被害届を出すのは当たり前のことでありまして、誰が行ったか特定が我々はできないから警察に被害届を出したということでありまして、まずその次にね、今確かなぜ自分に説明がなかったのかというふうに言われましたけども、ご質問ですが、神取議員のご家族と一緒に何度も現地で確認をしていると、その時神取さん議員本人にちゃんと相談しているというふうに聞いておりますので、直接もう知っているもんというふうに理解したということでございまして、逆になぜあなたから説明がなかったのか不思議でありません。じゃあちょっと待って、人が答弁しようというか、ちょっと黙ってください。だけどな、言うとって、はい、もう立って一問一答だから、はい、流しよったら次になってわからんでしょうが。何が一問一答ですよ、これ。はい、なあ、二つも三つも言うたら一問一答じゃないでしょうが。はい、はい、どうぞ。ただいまは二つ質問をされましたので、二つについてお答えをさせていただきました。はい、神取議員どうぞ。あのですね、私はね、この件について家族から何も聞いてないです。私が知ったのは NHK が私の家へ来て初めて知ったんですよ。ね、誰がそれを私に言ったんですか、教えてくださいよ。誰が私に説明して、説明を受けて私が知らんと言いなさいよ。市長どうぞ。帰って奥様や息子さんにお尋ねください。神取議員、昨日聞いてね、帰ってね、きちっと話を聞いております。質問する前だから言うた親一切ない言うたです。ね、私もそれほどね、質問する前に少なくとは聞きません、しません。それで NHK が来て初めて何ですかって聞いたんですか。何やったら聞いてみてください。ここへね、NHK の方の言う人がおられます。この人が来られました。聞いてみてください。お宅何をしに来たんですか、言ったんですか。私は何も知らないとね。普通ならね、本人に確かめて、あんたどがなんじゃろうかと、神戸吉勝市議会議員のビルであったら私に
話を曲げ持ってどうなったんでしょうかと。一応あんたと私は飯を食い、議会を食いに来たんですよ、ずっと一緒に。なぜそれが聞けないんですか。はい、泥棒したいというか、私もね、弁護士と相談しました。電気料と水道料とガス代は入っとるものが払うんで、神取さんかあんたが払うようになってないと。市長、私がやったを神取落としたら思って、ほんまに、ね、鬼の首を切っとったようにとっとっとってやってるな、あんた。はん、それやればよろしいけど、何でもないのやったらあんたなあ、他の今ここに今言うたんよ、山陽新聞、笠川放送、岡山放送、瀬戸内、フジテレビ、名誉毀損でね、損害賠償を訴えようもんですよ、これ。わかりますか？市長がこれを出したために中へ入っとった、ね、水道料払ってください言ったところは出たんですよ。表へ出たから言って。何百万円損したんです、これ。この件についてね、市長、お宅がなぜそういうことをやったのか。私にそれだけ一緒にご飯食べに行きようと思うの、何も言わっと。なんでパッとやったんですか。それを教えてください。市長はそういうことをやられるんですか、あちこち行って。はい、どうぞ。はい、先ほど申し上げましたようにですね、盗まれたという事実があります。メーターをつけずに管に直接水道をつけるということは、誰かが何かを指示しないと管は一人では張っていきません。まあ、そういう事実があるからですね、盗まれたら、被害届を出すのは、これは誰でも当たり前のことであります。だから私は誰が行ったか、先ほども申し上げましたけれども、どなたがそういうことをされたのか、我々では特定することができないので、警察の方に被害届を出したということでありまして、そして、係の方からも何度もご家族の方はちゃんと神取議員にも伝えているということを、そういうこともお聞きした上で、立ち会っていただいております、何度も今までも。だからそういう報告も受けておりますので、だからそれを知らないということはないと思います。以上です。神取議員、どうぞ。あのね、なんで私に言われたんですか。説明しない。はい、市長どうぞ。先ほど申し上げた通りです。あのね、私が本人ですよ、市会議員ですよ。奥さんとか息子に言うたような、それは道理は通らんでしょうが、報道するのは神取義和市議員が窃盗しとんだと、盗んだんだと新聞に載っとんですよ、これ。なぜ本人になぜ説明求めるのと。最初どうぞ。どうぞ。その報道は間違っております。そういうふうな報道はされておりません。神取第一、第二ビルへ、無断で引いてあるという事実が載ってたと思います。神取義勝議員が窃盗したというような記事は載ってないと私は思っております。神取議員どうぞ。はい、どうぞ。はい、あのね、山陽新聞ではね、不正に使用された疑いがあり、被害金額は推定で106万円とし、市は玉島署に被害届を提出し受理されたと。受理されたんですね。市によるとビルは学習塾や利用店などから入居業の業者が市に水道利用の届け出をした際、水道メーターがなかったことが発覚したと。これなんか全部嘘なんですよ、私に調べたら。ね、平均、山陽新聞も私に時計来ずに、勝手に小田市長が言ったことを全部書いとったと思うんです。近くの市の水道管から長さ4メートル、管を市議の家族からは、市議が所有する新設のビルから管をつなげたと言うとる。な、これ書いております。不正利用の時期については、令和平成5年か5月からと、本校長が行った工事の現場ということを書いて、その後に神取市議は、山陽新聞の取材に応じない、この日会見した、栗山市長は、捜査状況を見ながら、告訴も含め、厳正に対処すると述べていると。告訴されたんですか、どうなんですか。栗山市長、新聞に書いてあることはすべて事実でございまして、告訴がどうのこうのいうことは申し上げる必要はございません。神取議員どうぞ。なぜ言えんのですか。市長どうぞ。先ほど申し上げたとおりです。何を言うたん、なぜ言えないのか聞いたんでしょ。神取議員、ちょっと手を挙げて。言うとるが、言うとる答弁せんから言うんですよ。ちょっと手を挙げて言うてください。手を挙げて今言うたが、議長、どうぞ。なぜできんのか、なんでできんのですかね。告訴したのが、なんで言えないんですか。後継回答にしたんですか、してないんですか。はい、市長、今警察の捜査の状況を見守ってると、待ってるという状況でございます。この告訴しとるわけですね。どうぞ。市長どうぞ。ただいま申し上げたとおりです。市長、しとるかしとるかの聞きよんから、告訴しとるかしてないんかいの聞きよん。今申し上げて、上げてないと言わして取ってください。はい、神取議員どうぞ。したかせんかいの聞きよんですよ。はい、市長どうぞ。警察の捜査状況を待ってる段階です。神取議員どうぞ。あのね、私何件も電話したんですよ。課長が久保、あの、つくぼです。なあ、刑事官が
山田言うんですよ。電話しとんです。反応するなせえと。9月のね、21日ですよ。もう12月ですよ。ねえ。未だ何も言ってこんのですよ。早く来いって言ったら電話何遍もしとんですよ。え？しとんじゃったら来るでしょうが。してないんでしょうが。答弁しられ。できんのか。ここでそういうこと言われる前に、私は議員として、ちゃんと今言われたようなことを言われるんであれば、報道陣を前に私も直接申し上げました。どうぞしっかりと身の潔白を証明されるんなら、記者会見を開いてお話しされたらどうですかということも申し上げましたよね、10月に。言ってない、まあ、いやいや、ちゃんと録音も載ってますよ。どけの音の。いやいや、そういったことがで、そういったことがで、今、捜査状況を見守っている段階でございますので、私からとやかく申し上げることはございませんということです。関東議員どうぞ。今のそのテープをと言われてましたね。ちょっとコケ出してください。休憩取って。市長お願いします。市長どこなんかな。これだったら言ってください。答弁してください。よろしいか。市長どうぞ。まあ後日で必要であればお聞かせします。はい。関東議員どうぞ。ここでね、今大喜やけの場ですから。お宅は大喜やけの場で出して、陰で出してね、お宅嘘をよう言うんですよ。ね。今の私が前市長になった時に、市長者を建築しましょう。ああ、麻酔家の一員やりましょう、話をした、その後言うたら、言うた覚えやねえ、そういうことを平気で言われるんですよ、だからこの場できちっとして説明してください、それを出しとんなら、それをここで聞かせてくださいよ。市長、どうぞ。今日はね、そういうような場ではございません、だからちゃんと今度ね、議員が記者会見でも開いていただけたら、私はその場でちゃんとお流しすることは可能でございます。ちゃんとテープを今流しなさいって、用意できてないものを今流しなさいっていうのは無理でございますから、それからであれを言った、これを言ったって言われますけども、作れって言ってるのはあなただったでしょ、庁舎を作れっていうのは、私は無理ですということをずっと申し上げてきました。以上です。関東議員どうぞ。そこまでよう嘘が言えますな。松井家の西に明けとあったら、真ん中だけいいですな、頑張りましょうと。それで後から言うたら、ねえ、耐震工事したからもうできねえんだ。ね、言うとることがもうあちこちね、誰が聞いてもおかしいですよ。お宅とね、話しようと。で、こういうことがね、突破に出るんですよ。ボーンと。自分が不利になったら。で、これね、今、告訴したとか言います。ね、受理しとんならね、もう2ヶ月半かかっとんですよ。電話しとんですよ、何番も。はよせえと。警察から何も言ってこんのですよ、未だに。で、私が逃水した言うけど、ね、弁護士とも相談したら、どうなっとんでしょうか、言ったら。水道料と電気代とガス代は入居者から払うようになったんですよ。市の職務怠慢じゃないですか。そこへ常でねえのを見るのは、市はね、水道を入れるときに、新名業者がおるわけなんですよ。指定業者が。そこがするんでしょ。私がそこへスコップ持って入れるんじゃないんですよ。だからそれが来たときにびっくりしたんですよ。なぜ私が言わなきゃいけんの。それで、なんでこれが分かったか言うと、入居者が入る言うて、行ったときに、息子が行ったときに、水道を引いてください、お宅払ってください言うたら、水道管がないって言ったり、それからバレたって言うんですよ。それまでうちの息子も誰も知らなかったんですよ。わかりますか？私がその水道料、入居者、朝日新聞、ね、入っとったんですよ。ね、それで、整骨院、緑岡の人、入っとったんですよ。その水道料はさて1円ももらったことはないんですよ。払おうとるもんと思うとる。水道のメーターは4つあるんですよ。感動に何見る言ってみられ。だから払うようなもんと見とるから、全然感知してなかったんです。で、その水道料、私が取ったんですか、盗んだんですか、説明しられない。それは証拠があるんですか。はい、今私は何もしてない、知らなかったんだっていう理由を淡々と述べられましたけども、それは警察が調べることであって、私たちが感知すること、関与することではございません。メーターの、どうして発覚したかっていうことで、ございますけども、後で部長に経緯は説明させますけれども、手続きもなくて無断で接続された不正行為の把握っていうのは非常に難しいです。だからこそ誰がどのように指示をしてどうなったかっていうことはしっかりとこれは解明していかなきゃいけない。だから先ほども申し上げましたように、私は神取議員がやられたなんて一言も言ってませんし、報道もそういうことは書いてません。誰がそういうふうに指示したのか、誰がしたのかっていうのを今調べている段階だというふうに思っております。先ほども言いましたように、もしあなたがシロだって言うんであれば、しっかりと報道の前で今のようなことを言われたらいいんじゃないでしょうか。以上です。神取議員、この山陽新聞の記事を見るとね、神取市議会議員のビル、神取が取ったようになっているわけです。神取市議会議員のビルになっているんですよ。
それで、あれは神取義勝のビルなんです。ね、神取義勝市議会議員のビルと、この東方にはないんですよ。わかりますか？この東方には入ってないんですよ。神取市議会議員のビルになってないんですよ。うん、山陽新聞は神取義勝市議会議員ビルとなったんですよ。わかりますか？結局、落とし入れるために神取義勝市議会議員ビルにしたんじゃないんですか？だったら、神取義勝のビルじゃって終わっときゃなんともないんですよ。で、神取さんと話をするんだと。これからしていくんだと。こんな年になったらどうするんだと。私はね、監査委員を平成18年から24年までやっとるときに、この水道料に対してきつく言うとるわけです。くれんとこは徹底的に取れと、金があって。ねえところは、ね、ある程度見てやってくれと。もし払えんのならわしが払うからいうことまで言うとるわけです。わし監査しようときに。きつく言うとります。ずっと監査で私はこれについて未納額があったらきつく取れよと。ね、時効は5年じゃから5年後でなくて、前から戻っていけということまできつくに私が指示しとったわけです。にもかかわらず、ね、この件について私がそういうことをするはずはないし、そういうことをしようとも思わんし、そこまで金が、ね、詰まって困っておりませんけ、市長。その水道の金までせせるようなことはしませんのんで、市長、オタク化するからひとまずするというのを思わんでください。説明せられ。はい、市長。先ほども申し上げましたように、私じゃないということをたびたび、もう何度も何度も言われておりますけれども、議員として、そしてビルの所有者として、あなたは説明責任を何も果たしていらっしゃいません。しっかりと今言われたようなことが正しいんであるなら、説明責任をすべきであります。私はそのことをきつく申し上げたい。それからで、それだけで、もう2つ言いなんだ、それだけでいいか。ちょっと、議長な、一問一答だから、はっきりしてください。ビルの所有者は神取義勝議員であって、市会議員であることは事実でございますから、問題ないと思います。神取議員どうぞ。それは違いますよ、言うとくけど。あんたな、裁判所で裁判するときさんと言いますか。ねえ、あとか選挙違反で親父が言ったときに言っとんじゃないですけど、裁判をそういうことを言われましたか。ねえ、きちっとしたことを言わなんだ、それは棄却されますよ。わかりますか。結局ね、これについてね、ねえ、市長、私に責任責任がある前にね、なぜそうなったかいうのを調査精査しにはいかんのじゃないですか。金をほんなよそにそういうことがあったら全部報道するんですか。どうなんですか。私が、ね、報道の前で報道した内容は、ね、このビルの登記上の所有者は神取義勝浅口市議会議員でありますというふうに申し上げました。報道がどのような報道記事を書かれたかというのは私は存じ上げません。後で読ませていただきましたけれども、そこは事実だから気には全くしておりませんし、何でも言いますように、これは電気の配線を間違えたとか、ちょっとミスをしたとか、そういう問題ではございません。盗水、いわゆる盗水でございます。今までメーターもつけずに、そういうことをされている方は、私は前代未聞で見たことも聞いたこともございません。そういう事実があって、それをちゃんと皆さん方に知れしまして、お知らせして正していくのが我々の役目だというふうに思っております。隠すべきことではございません。誰が隠したようなと言われる。あんた、私が取った証拠はどこあるの。言うとくけど、説明責任があるって、市が入ってねえんだったら精査しないかんでしょうが。私がそこまでビルがね、神取ビルがあるんです。わかりますか。第1、第2、第3ビルがあるんです。中国成績もあるんです。岡山に駅前町ビル5階建てが私のビルがあるんですね。え、個人のね、マンションもある。個人の一戸建ても3軒ある市内に。倉敷にもあります。総社にもあります。8軒。吉備中央署に3軒あります。水道料を払うてになったら、浅口市のそんなことをするはずがないでしょうが。ねえ、ここだけするんですか。それでね、私は前も質問したんです、ここで。水道は総社にしても、水道を払わなんで、入らなんだら、水道のメーター持って帰るんですよ。次の日から水道入れんのですよ。水が出んのですよ。電気と一緒なんだ。わかりますか。だから、マビで水道を取られて、ね、補助をもらえるような水道が入らないんだ。だから、トイレ行くのは公園のトイレ。ね、水道は公園の水道の水を持って帰ってご飯炊きおったっていう。水道切るんですよ。総社もそうです。岡山市もそうです。ね、吉備中央町もそうです。浅口市だけはなぜしないんだと。監査で私はきつく言うとります。それをセット得ていて、ね、市の怠慢であって、それをね、説明責任せえて、私が知るはずがないですよが、4つメーターがあって、入っとる人が全部入って、払いおる思うとるから、ほっとって、ほんなら後へいた人が、あんた水道で払いなさい、市へ行って、うちの息子が言ってなさい言うたら、ねえ、
なんか新聞テレビバーッと出たと、もう声声言って入っとって契約しとったけど出て行ったと、そういうことを聞いて、そのね、何もあるんですよ市長ね、私に責任取る、市の方は何もしてないんじゃないですか、説明しられ、はい、お願いします市長、いろいろお話になられておりますが、神取さんね、一番肝心なことを忘れてらっしゃる、何にもメーターもつけずに引っ張って引っ張って繋いでるという字、ちょっと黙って聞いてください、黙って聞いてください、一番肝心なことを忘れてらっしゃいます、メーターもつけずに私がつけんのか、黙って無断で引いてる、こういう事実があるんです、この事実は隠すことができません、だから今岡山とかいろんな総社とかいう話をされましたけども、どこにどのような物件を持っていようがそれは関係ございません、私が言ってるのは今の金光の神取第二ビルに本当にメーターもつけずに許可も得ず何も知らないうちに水道水が水道管が直結されている、この事実があるわけですから、ちゃんとそれは説明をされる責任があるでしょうがと、それからで、それだけで言ってないから、それから議長悪いじゃん、確認はしたかっていうことでございますけれども、神取議員のご家族の立ち会いの中で、私はね、メーターがもし中に埋もれてちゃいけないからっていうことで、全部掘削して、切って、アスファルトを剥がして、そして調べるように指示しました、間違いがあっちゃいけない、でもきれいに剥がしてみたら、ちゃんと見たんです、目視を。ご家族の方も立ち会いのもとにやりました、そうしたら、ね、見事に直結でメーターなしに引いてあった、こういう事実があるんです、だからこそそれをちゃんと所有者は、ね、説明をされる責任があるんじゃないんですかということはたびたび申し上げております、以上です、はい、神取議員どうぞ、あのね、あれをね、立った時というのは平成、ね、確か5年か4年だったんです、金光町時代です、ね、私はね、その水建築はね、あのなんですが、一応建築士頼んで設計してもらっております。水道はね、業者がするように私から指示せんでもね、した建築屋が来てから引いとるわけです。それに対して引いてない。私がね、夜の前に行ってスコップでそれをこっちからこっちやったんですか？それを見たんですか？うちの家族家族言うけど、神取市街地にいてこれ新聞載っとんなら、なんで私に言われたんですか、その時に。それを説明せ、それを説明してください。で、私に責任転換しておるけど、なんでその時に言わなんだんですか、私には。何度もお答えしているように、帰ったらご家族の方にちゃんとお問い合わせください。神取議員、私が言うのは、なんで私に言わなんだんだよ、じゃあ、私が本人でしょうが、これだけ山陽新聞に出しとんなら、本人を呼んで、家族が言うて、家族はね、お宅が来たから怖かったよんだ、後から今日、昨日聞いたら、何なんかね、泥棒したようなことを言う、ね、なぜその前に。言わなんだんですか言って聞きたんですよ、ちょっと勘違いされてますね、間違いしとくわ、私はご家族とお会いしたことはございません、私が来たから怖かった、私はお会いしてません、一度もお会いしてませんよ、ご家族の方とは、だからちゃんと掘削までしてアスファルトまで剥がして直結されているのを、誰が考えたんだ、ご家族の方とうちの職員何人も出て、確認を思い出してました、それは、部長、部長の方から答弁をさせます、君がどうぞ、いやもうそれはダメ、ちょっと監督、はい、ちょっと待って、市長が何人出した、誰をいたのか分かったのか言えない、市長、私はそこへは立ち会っておりませんので、部長から答弁をさせます、監督議員、あのな、人から言わんでめんね、君に聞くんだからね、自分が行けんのって人あのなけな、それが市長ったら文句することか、悪いとか全部人じゃ神取神取言うんじゃねえか、え、はい、勝手の言うときは神取神取神取言うてて、お勝手のやったら部長、お課長、他のもんが言うたんじゃ、市長あんたはうちの嫁が来たときに市長してくださいとお茶飲みましょう、神取さんに質問せんようにしてください言うたんじゃないか、コーヒー飲み飲み、そういうことも言うとんだ、だから君の言うことはな、人が言うときにな、蝶あげな、こりゃ、いやいやいや、たら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 、私が質問しようんだろうが、わけのわからんこと言われない、人落としでのこと知られない、あんた、こんな他の件で聞きます、いやもうよろしい、私は質問者だから、ちょっと市長、いやちょっと議長、もう本人がよろしいよるけど、一般質問ですか、質問を言うんだからよろしい、反問権なし、本人が言ったなし、次を行くんで、ちょっと待って、ちょっと待って、時間がないから、まだあるこっち、ちょっと待って、ちょっと待って、反問権なし、どういう意見で反問ですか、はい、ちょっと座ってください、座ってですか、先ほど私が現地へ出て行ったというふうに言われましたけども、
いや、わかりました。それは聞いてる。はい、わかりました。はい、あの市長、ちょっと待ちなさい。関西、座ってください。ちょっと関西。座るか、おめえ。わしが質問しようなんて。わしの方がいいじゃねえか。ちょっと質問はしでしょうが。ちょっと座りなさい。いや。何をね、おめえは。座りなさい。はい。わしが質問じゃろうが。何を、ちょっと待ちなさい。いや。はい。私が仕切るんだから、あんたが言われてもいけるんだよ。私が質問者でしょうが。ちょっと待ちなさい、言うんだ。はい。ほら、どうします今の、そっかして、それを言うこと。はい、ほら、言ってください。よし、どうぞ。じゃあ、反問としてで、私は行ったことが、現地へ行って、その立ち会った時には行っておりませんし。分かった、聞いとんじゃから、もういいよんじゃから。いや、それを言ったって、私がそこに現地に行っておりましたから、はい、そんなことはありません。だから、行った人間を教えてくださいっていうことなんで、部長から何人行ったかというのは、あの答弁をさせますっていう。部長、私が部長に、議長に聞く、うん、よろしい。よろしいですか。君はよろしい。はい、ほら、監督議員どうぞ。今先ほどね、現地へ行ってね、掘削してみたんじゃいうことを言うたんじゃないですか。それは他のもんが見たんじゃったら他のもんが言うて、君が言うようになってないじゃろうが。掘削して中見たらなかった言うたら君が言ったんでしょうが。他の部長じゃ課長が言うた言うとないでしょうが。それを言うんでしょうが。いい加減なこと言われなあんた。はい、送りましょう。そのようにするように指示をしたわけですね。だから私はちゃんと写真は見ました。そういったことで誤解があったら申し訳ないんですが、もう誰が行って見たっていうのは、確認したっていうのは部長がよく存じ上げておりますので、よろしいですか。そこは誰行ったかっていうのは言わなくても結構いいですか。聞いてない。私は行ってない。写真できちっと確認をしましたということでございます。市長が来てなくてね、こういうものを書いて報道したんだいうことですな。それでいいですな。こんな次行きますよね。ここへね、会社席で取ってるわけですね。山本部長が、書いとる、これは、令和3年9月21日被害盗水被害にかかる被害届の提出についてと書いとるんですわ。浅口市金光町浦見新田778番地の神取ビル、陶器場はの所有者は神取義勝市議会議員ね。これがもう嘘なんですよね。陶器場はね、神取義勝なんですよ。もう市議会金を出したんですよ、落とし入れるためにね。だから報道機関もそれを出したわけですよ。市の水道メーター未設置で市の管理する水道管へ接続し、平成17年8月号から令和3年9月20日までの間、水道水の不正に使用していた疑いがあるため、玉島警察で水道水の盗水被害の被害届を受けた。なお盗水被害は合併前から16年間にわたるまで、もので採算被害は106万円、また、下水道の使用をしており、これについて94万と推測されると。山口市役所上下水道部長、山本、電話番号449038と、これは山本部長が書いたんか、それとも市長が部長に言うて、ね、これを書かせたのか、どうなんですか。これは市で、作成したものでございます。これは誰がはっきり言って作成した言うて、これを制作採取したのは誰ですか。原文を書いたのは市で書いたんじゃなくて誰か書いたと思うんです。市長が命令して書けとか、でそれを報道機関に提出して、テレビ報道したんじゃないかと思うんですが、どうなんですか。先ほど申し上げましたように、顧問弁護士はいろんな方と相談しながら市で作成したものでございます。神取議員どうぞ。顧問弁護士は誰ですか。古山市長。顧問弁護士です。名前は市長。お二人いらっしゃいます、与田先生と中山先生ですね、顧問は。はい、神取議員どうぞ。これについて向こうはそのまま、はい、そうですかって言われたんですか。与田もその中山弁護士も、はい、これで行きなさいと言われてるんですか、どうなんですか。はい、市長どうぞ。そんなことお答えする必要はございません。それを言われたらなんでこれを書いたんですか。報道したんでしょう、はい。ここに書いてあることは事実でございますから、事実として、報道に発表させていただきました。神取議員、これを見るとね、市長ね、登記場と書いてあるんですよ。所有者は神取義勝市議会議員、そういうふうに登記場に載ってるんですか、どうなんですか。これは、ね、神取議員が市議会議員であることは間違いない事実でございます。登記場と載ってる、登記場載ってるんですか。これに調べたんですか。弁護士と相談したんじゃないですか。はい、市長どうぞ。登記場の所有者は神取義勝でありまして、この方は浅口市の市会議員でございます。以上です。はい、神取議員どうぞ。 OK、 当本がある、当本が市議会議員は載ってないんだよ。裁判勝てる思いよか、あなた顧問弁護士の与田がそう言ったんですか。私は考えられるんですよ、これを見てから。
普通するんならこれを見て謄本を取って、それから書類を見てきちっとした報道をするんですよ。説明しろよ。当本も見させていただきました。そして、市議会議員であるということも事実でございます。神取議員どうぞ。市議会議員は私は、ね、やっておりますけど、ビルは神取義勝市議会議員となってないんだ。当本には会社だったら会社の名前になったんですよ。個人だったら個人の名前なんですよ。ねえ、そこはね、わけのわからん答弁はいりませんわ。あんた、ああいやこういうこういうああいうねえ、オウムじゃないんじゃから、ああいやこういうこういうああいうてな、わけのわからん答弁しられない。あんた、ええ年いてから、市民が聞いてわかるような答弁しられない。まだ聞き手ないだろうが、何言ってるわけでええよ思って、三つぐらいなこと知らせなんた。昨日まで飯食いよくて、おい、キャンドル君、わしは応援したんじゃ。うん、後ろ二人、副市長が運転して、飯食い行くな。ねえ、応援したんじゃ。落選するよ、応援したんか。ええ加減と言われなんた。裏で調べたら全部わかるんだよ。で、そういうもんが、今度は、逃走した、何した、本人に聞かずに、なぜそういうことが出るんだ。私はね、この水道料をね、取った覚えもなければ、その金を私のポケットに入れたいこともございません。一切。これは言うときますけど、ね、指名業者がするときに、私にわっと勝手にしとんだったら、私が何で知るんですか。私が知るはずがないでしょう。で、奥さんと話を言った、家族と話を言った。家族はね、金を払いますではなんじゃ言うたらしいけど、ね、私は言ったんですよ。悪いことしてねえか、払うことないんだから、もし払うんなら、配当入居者が払うんだから、きちっとしたことしてくださいよと言うとりますよ。今、要件入っております。家賃もらっております。私が払っとるね、水道料ね、私がその水道料、取っとるとか、一件もございませんので、そういうことをするような、市長みたいな、身内ことは考えることないんです、私は。それでもう一点、部長に聞きます。これについてね、お宅がこれ書いたんですな。どうなんですか、説明を求めます。山本上下水道部長。失礼いたします。お尋ねの報道機関への、資料でございますが、これは浅口市、市で作成したものでございます。市でやっとるということは、要は組織で仕事をさせていただいておると、こういうことでございます。以上でございます。はい、神取議員。あのね、私がね、監査で聞いたら、私が書きました、私が事務しました言ったんじゃないですか。それは嘘ですか。山本上下水道部長。はい、改めて、ご回答いたしますが、この資料につきましては、組織として作ったものでございます。私の名前がありますところには、本件に関する問い合わせ先、ということでお名前を入れさせていただいていると、こういうふうにお話ししたと記憶してございます。以上でございます。はい、神取議員。あのね、ねえ、監査ではね、全部ね、テープ取るんよ。分かっとる？お宅全部私聞いとるよ。嘘を言ったらな、今度はな、他の罪問われるよ。言うとくけど、こういうことを裁判所で言うたら。分かります？お宅は私が書いたんじゃ、私が書いたんじゃ、いいに言ったでしょ、私が聞いたら。それともう一点聞きます。私についてはこれだけのことをやっております、市長ね。それで、これもみんなに配ろう思ったんですけど、他にね、今まで未納の、ね、未納者が大勢おるんですよ、浅口市に。何百万も払うてない未納者が。ありますね、そこへ、資料が。ある？持っとんか持ってないか。持っとんか、急ぎ町には持っとんか持ってねえか。山本上下水道部長。失礼いたします。水道の未納につきましてでございます。水道料金未納につきましてございますが、手元に資料はございます。ありがとうございます。神取議員どうぞ。どうって、休憩取ってもらえる？これをちょっとみんな配ってもらいたいんですが、はい、コピーして、未納者を。はい、休憩取ってください。はい、ちょっと待って、何？それをね、未納者をコピーしてみんな配ってください。はい、ちょっと待って。今の名前とか伏せていいですから。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、はい。何、山下部長の緊急で。今、未納者と言われましたので、はい、これにつきましては、あくまでも個人情報でございます。うん、それと、今後の徴収事務にも影響いたしますので、ここについては慎重に取り扱っていただきたいと思います。ああ、名前が出とるから。名前が出とるから。そういうことでございます。ああ、なるほど。はい、そういうことで、はい、どうぞ。名前は伏せて出してください。はい、金額と。名前を伏せて読んですけど、それは無理ですか？山本部長、どうですか。いつもお渡ししとりとか、ご説明でお出しとる資料をコピーしろと、こういうことでございますか。以上。じゃなくて、未納者は誰も見えるんだから、ね、その今 の, 消せば、なんぼあるかいう金額だけでいいんです。何年に、どこにどこにいうのを出せば出ると思うんです。名前は出さんでもよろしいから、金額をと、何年から何年前のいうのを出してください。ちょっと神取議員ね、もう今議会も中で資料を出してるのその前に言うて欲しかったんですよ。だからそれは後からにさせてください。議長、時間が過ぎますから。議長、はい、休憩取ってやってください。いやいや、ちょっと待ってください。ね、時間がそのために、ね、もう次々しまったんですから、だから質問する前に言うて欲しかったら出ますけど、今はちょっと後からにさせてください。
はい、もう時間がないですから議長、はい、議会はね、ずっとあるんですよ、はい、ね、今日一日やってみるんですよ、私に1時間やって1時間あるんだから休憩取ってやれや、今日一日でやればいいんですよ、議会を、うん、なんでないんですか。だからように、そういう質問があるんでしたら前もって言ってほしいんですよ、そうしたら必ずやってくれるんですから、それは後日にしてくださいってこう言うんです。議長、はい、一般質問だから出してくださいって出さないかんでしょ、私が言うんだから。ちょっと待って、次は休憩取って出せばいいでしょ。いや、それは急に言ってもいけません、それは急に言ってもね。急に言うと何分かかるんですか、コピー切り取って取ったらできるじゃろう。いやいや、もうそれはちょっと、あ、ちょっとほら、私にそれを見せてください、私に、うん、名前を出さんから持ってきなさい、それを。わしね、わし見るもないでいいから。はい、ちょっとあの名前書いてあるんですよ、あれ。その名前書いてあるのは、それは民からええんだ。ほんなら、今言った、今言ったように、ほんなら水道の水の総額の換金額を押し上げてください、ほんなら。それでいいでしょう。それは言ってください。それ言いましょう、そうしましょう。はい。総額何本あるんですか、水の金額は。はい。はい、どうぞ。失礼いたします。それでは、朝市の水道料金の水のについて、ご説明いたします。令和3年11月末、直近の、データでございますが、現年分の水の分につきましては、3,698,290円、可燃度分が2,726,2197円となってございます。以上でございます。はい、監督議員どうぞ。これについて聞きますけどね、これなんで集金してるんですか。これをこれだけあるの2700万、ね、360万、約3000万、これなんで集金してるんですか。ほったらしいですか。見て見ようにしようんですが、どうなんですか。それでこれについてね、90万円と徹底的に支部提名やるんだけど、こっちは何でしないんですか。それ説明しられ。山本上下部署水道部長。失礼いたします。水道料金の徴収について、でございます。水道料金の徴収につきましてはしっかり行ってございます。支払いがない場合、特措状を送付したり、電話連絡で、お話をしたり、または訪問したりして水道料金をお支払いしていただくようにしております。一度に支払えないような場合は分納制約により分割でお支払いいただくということもやってございます。ただお支払いについての連絡をしても何の返事もないとか、話し合いもできないとか、分納のお約束を守らないといった場合にはやむを得ず給水停止を行う場合もございます。ただ、この度のお話はちょっと別でございまして、見届けで、ね、市の管理する水道管理不正に接続している、この度の盗水の被害とは全く別物でございます。以上でございます。監督議員どうぞ。今聞いたけど、不正にしとる言ってる、それ不正にしたのは誰がしたんですか。それ分かっとって言うんですか。誰が不正したん。はい、山本上下水道部長。失礼いたします。この度の被害届を出した件でございますが、誰がしたかについては分かりません。分からないから被害届を出して警察に捜査していただいているところでございます。以上でございます。神取議員どうぞ。分からんのになんで神取義勝市会議員って名前が出たんですか。説明しられ。山本上下水道部長。失礼します。議員のお名前が出たと言いますのは、先ほど来のお話の中にありますように、ビルの所有者が神取議員であるからでございます。以上でございます。はい、神取議員どうぞ。議員じゃってね、関係のおても議員がちょっと入っとったら全部名前出すんですか。それとね、今その集金いても、おらなんだ金くれないと、給水を停止するとか言われたら、給水停止したことがあるんですか、説明しられ。上下水道部長。失礼いたします。給水停止でございます。こちらは今年度末、失礼しました、昨年度末、失礼いたしました、令和3年の、11月30日現在で、まとめた、資料でございますが、市内での給水停止、通知は17件通知した中で、5件執行いたしました。そのうちお支払いいただいた関係で2件解除していると、こういう状況でございます。以上でございます。はい、神取議員どうぞ。17件で5件ほんなら神取ビルもなんでそれ給水停止しなかったんですか。分からないとか分かる言うにはお宅のね、職務怠慢じゃないんですか。説明しられ。上下水道部長。失礼いたします。さっきなんで、分からなかったか、まあ、市の落ち度ではないかというような話でございますが、本来水道を使用する場合は市に届け出を行いまして、所定の手続きを経てで、それから初めてまあ正式に使用することができるものですが、この度のように届け出もなくですね、無断で水道管を接続された不正行為についての把握は、できません。
まあ、今回問題になっております神取第二ビルはもともと第一ビルと一体で水道を使用していたということでございますが、無断で切り替えを行っていたため、漏水を発見することができなかったものでございます。以上でございます。神取議員どうぞ。あのね、これね、私も見に行ったんですよ。ほんとはね、第二ビルにね、見てください、メーターが4つありますよ。1,2,4に入っとるからね。ほんな誰が見てもね、水道料払うよ思うんですよ、ね、で私がその水道料を整骨院、朝日新聞、大島塾入っとるビルのね、その払おうとるものから金を取っとって、私が取って盗水して盗んでその金を取っとるよう考えられたんですか。今でもどうなんですか。上下水道部長。失礼いたします。現地にメーターが4つあるとこういうことでございますが、確かに私も確認させていただきましたが、メーターございましたが、これは市が市のメーターではなかったと思います。個別に多分水量を把握するために、建築時に設置されたメーターだというふうに考えてございます。それと次長、設置したら誰が設置したんですか。これは私知っとんでしょ。だから政党で訴えたんでしょ。誰が設置したんですか。八幡上下水道部長。失礼いたします。メーターは、全て市が設置するものではございません。市と届け出の中で市がメーターをお出しする場合もありますし、個人でつけられる場合もございます。その4つのメーターについて、誰がつけたかと言われましても、ちょっと市の方では、調べることができません。わかりません。以上です。神取議員、それでつけたんです。それ結構です。ね、わからんや。ね、しかし、その水道が、本管が入っとるいうには、誰がその本管を引いたかわかるんですか。私が取るために、その本管を、ね、代理ビルへ引っ張っていって、ね、窃盗しようと思ってやったというのは証明できますか。これ窃盗で言うとんだから、そう説明できますか。ここで山本上下水道部長。失礼いたします。まあ、誰が不正行為やったかということかと思いますが、これについて市が調べることができないから、わからないから警察に捜査していただいているわけでございます。以上でございます。これについて神取義勝市議会議員が推しとるって、これ市務の党じゃないですか。いうことは私がやったいことをしたいことが分かっとるから言うとんじゃないです。分からんのにほな勝手に言ったんですか。これ報道したんですか。どうなんですか。はい、山本上下水道部長。失礼いたします。誰がやったか、これについては一切わからないということかと思います。どの報道にもそういうことは出てなかったかと思っております。以上でございます。神取議員どうぞ。どの報道にも載ってないけど、 NHK は私の時に来て全部聞いたですよ、ね、え、あんたが人んじゃけどどうなんでしょうか言うて、山陽新聞これ回答じゃないから、あんた嘘にも控えしてこ、今何遍も言ったでしょうが、新聞載っとることを読んどでしょうが、下水しとる、国葬しとる、神取が取った言うから新聞報道あってなったんじゃないですか。お宅がこういうの出したからと、分からんようになったらこんな名前を出したんです。これ誰か取っとんじゃいことを出せばいいのに、なんで名前出したんです。これ説明しないときちんと私に、私のこれなあ、私にかかっとんじゃ、君が書いとることはこれ名誉毀損で刑事告訴したけどね、玉島警察署が上からの圧力で4000岡山の検察庁まで行ったんですよ。やったんですよ私。検事が逃げたが、お前何しようなこれ言ったんですよ。検察庁まで行ったんですよ私は。ねえ、名誉毀損でねえ、損害賠償で訴えますんで、これ山陽新聞なんかは分かりますか。ないことを書いとん、私が取った証拠もない、私は1円の紙も取ってない、うちのなあ家族が言うたら言わない、家族じゃないでしょう。これは私に一番言ってくれなきゃいけんのでしょう。ほんなら金を払うてない人がおったら、そのもの家族にあんた金を払えていくんですか。男は今払うてないなあ水道料未納者がおられるな、3000万ねえ、そこへ行くのに本人にはとすぐねえ窃盗じゃ泥棒じゃって言うんですか。どうなんですか。山本上下水道部長。はい、失礼いたします。新聞報道に犯人というふうな形で載ってたという部分は、私も山陽新聞取ってございますが、そういう記事にはなってなかったと思います。記者会見の時にもそこについては非常に重要なポイントでございますので、犯人は分からないと不明ということでの、報道だったかと記憶してございます。以上です。神取議員どうぞ。ここに書いたのはね、神取義勝市議会議員のビルね、未納届けのままへで後の方に書いたのが窃盗で告訴すると書いておりますよ。新聞には山陽新聞、もし俺が聞いてみんや、書いとるこれ読んだんかおめえ、これ正解の嘘を言われな、市長飛んできとるよおめえ、その場のぐらい言うなことや、書いとるこれ新聞ここあるんだよ、上入れなこれ説明せえ、おめえ気をらまがおめえな、あちこちでな人落としでなことすんな、
これを払うてないか思うてな、市長なあ、鬼の首言っとったようにバーッとやったんですよ、嬉しいから。うん、そうしたらな、出したが出してねえとか、中央新聞、朝日新聞、西日本新聞は貸し切りから出してないんね、他は出しとん。それで私の時電話があった、出してねえとこから、関東さんこっちは出してねえけよと、あれは嘘じゃけよ、電話があったんですよ。え、出しととか物出しととこがね、電話もしてきたんだよね、もう一回記者会見してくれんじゃろうか、する必要ありませんって蹴ったんだよ私は、ね、人落としでって後から頼みなさい、通るかさんが歌いたん、わかりますか、お宅に呼んだからな、こっちから手を挙げることないんじゃね、こっちから言いやな、部長に答弁さす、こっちから言いやこっちが答弁する、何を聞き出しようになるの、落としでのことしててよう言うじゃろ、そういうことは。ちょっと待ってください、部長に聞くんじゃけどね、部長に聞いとんじゃ、答弁しられる、ちょっと監督議員に言いますけど、はい、あの時間がもうないんですから、はい、もうこれで言ってまとめてくださいよ、はい、時間ありませんよ、はい、わかりました、はい、ほんならこれについてはもう終わります、今度またやります、3月議会で、あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました、次に行きます、はい、もうねえですよ、時間が、はい、次に行きます、次誰だったかな、わからんが、腹立ったっけ、次はな、笠穂構想についてはこの前ね、全員協議会でね、はい、市長の件についてはもうこれはもうはっきり言って謝罪して事務出しますって社長から聞きましたんで、これは質問しません。で、購買財産についてをちょっと、説明させていただきますが、購買財産について、ね、今の浅口市の、ね、税金を払わん人に対して競売かけて全部それを差し押さえて、ね、取ってしもうて、私から言えば、ね、市民の本当に困った人から金を払えんから言うて、金を返したもんからね、病院入院しとるようなから、ね、服を剥ぎ取って布団を剥ぎ取って帰るのけとしとんじゃ、それを入札競売かけとん、その後なんで一回だけ競売かけて後しなかったんですか、市長、あんたになって初めてそれをしとんだ、なんで後しないの、この人が気に入らなかったから競売かけたんです、この人だけを、どうなんですか、はい、はい、市長どうぞ、いつものことながら物事を曲げて、取られて、はい、まずいとる場所、お話になられてるようでございますけれども、納税っていうものは監督に静かにしろ、わしが対して答弁して、ちょっといつものようにね、物事を曲げて極端な言い方をされておりますけれども、そういった質問の仕方は私は好ましくないと思っております。納税は市民皆様の義務でございます。困った人から取り上げるとか、ちゃんとした今長い経緯の中でことを進めてきた、ちょっと黙って聞いてください、分かった、言え言え、明日の朝も言ってみる、困った方にはしっかりとお話をしながら物事を進めております。納税がされてないからすぐそれをどうのこうのというようなことは全くしたことはございませんし、すべきでないというふうに思っております。だから今あなたが言ったような言い方は非常に無礼な言い方でございます。その件につきましては、ね、部長の方からしっかりとこういう徴収の仕方をしているんですということを皆さん方にも知っていただきたいと思いますので説明をさせます。理事長ないですよ、でもわしのだけ、ちょっと、いや部長もう質問だけでもう時間はないんだから、理事長、ね、これね、平成ね、これ市長になって初めてそんね、国営会とん、これはもう監督の議員に言いますけど、これで終わりですよ、はい、わしの時間がまだある、はい、1分もう今これね、なんて三菱の串とかね、ハサミをやっとんだよ、競売で、市長が。これを一回やっただけなんだ。だからこの人が気に入らん思ってやっとんしか取れんのんだ。あと、競売かけて取って、それを、ね、みんなに売っとんだ、これ。散髪とか、軽音とか。ね、私が言うのはね、ヤクザでもこういう人はせんど。金が払えんから言うて、ね、病人の布団、剥ぎ取って帰ることしとんだ、これ。泣きおったか、この人は。散髪の、あれを取られたり、なあ。串を取られたり、ハサミを取られたり、これ競馬で言うとじゃねえ、その後誰もしてないでしょうが、なんでこれしたんですか。それともう一点言うけど、これについてやって、へで今度はね、今の、ね、徹底的に叩く言うて、私が山、幼少で怪我したら徹底的に叩く、最高裁までしてね、巻き取りですよ、2000万、余年に500万払うとですよ、弁護士よ、そこまでやってまたここをやる、自分の勝手の悪いとかそういうことにしてきとんじゃないですか。説明しられ、はい、どうぞ。市
と。はい、またいろいろなお話を飛び飛び話をされておりますけれども、結果論だけで物事をお話をされては困ります。今の困った方々にどのように向き合って接して、きちっと説明をしながら共に話をしながらやって聴取をしてきたかということを部長から説明をさせますので、どうぞお聞きいただきたいと思います。人だろうが部長、よろしいでしょうか。もういらないな、もういらない。いやいや、でもいらない、まずしてます。重要なことなんで、いらない、重要じゃない、まじげえよ。もう今度は三月にあげるから、ちょっと本人でないようですから、質問ですから、ちょっと座ってください。はい、はい、子供みたいな、ちょっとそんな。それじゃあ私が説明をさせていただきます。いらないよ、じゃあもう、もう終わりました。首長、ちょっと首長、座ってください。首長、おかしいんだ、この女、男は。ですね、自分のな、首長、もう座ってください、そうなんだから。でも今のままでは、今のままでは、神取議員ね、市がまるで、まるで何か悪いことをしているように思いますので。座ってください、座ってください。ありがとうございました。座ってください、もうよろしい。本人がええやんだから、よろしいです。